ドジャースのリノエベル三塁コーチが19日、日本時間20日、前日の第5戦で初回無視に三塁の場面で三塁走者の大谷が遊撃手へのゴロ打球でスタートを切らなかったプレーについて大谷本人と話し合ったことを明かした。同コーチはシリーズ3勝2敗で迎える第6戦を翌日に控えたこの日、第1、 2戦に続いて戦いの舞台となるドジャースタジアムで練習の合間に大谷と問題となったプレーの映像を見ながら確認彼は打球がすごく速かったのでこのまま行けばリンドーアが本塁に投げてアウトになると思った走らなくても1・2・3塁で高打の4番フレディ・フリーマンにチャンスが回るもし本塁でアウトになって1・1・2塁になった場合 フリーマンは右足首を捻挫した状態で打席に立っている、併殺打になる可能性が高い。彼は私にそう説明したと、打球の速度、リンドアの肩、自打者の能力と体の状態を分析した上で、ステイを選択したことを明かした。ロバーツ監督は敗戦した試合後に大谷の走塁を走らなければいけない状況だった。言い訳はできないと強い言葉で苦言。 一夜明けたこの日の会見では、もう二度とこういうことはないだろうと発言した。指揮官の言葉を伝え聞いたエベルコーチは、明日の試合同じシチュエーション、二三塁の場面で早い頃打球が中央、二塁や遊撃に飛んだ場合は、ゴー、だ。それでアウトになったとしてもその責任は我々ドジャースにあると力説。それを聞いて彼も OK、それでいいと思いますと言ったと、 意思確認ができていることを明かした。